どうもヒロムです。今回は輪ゴムとペンを使ったマジックを紹介していきます。このマジックはですね、手順を覚えるだけでできるので非常に簡単であることと、そして仕掛けとかを作る必要がないので手軽にできること、そしてこの貫通する瞬間ですね、そこを隠さないで見せたままの状態で貫通していきますので、とてもビジュアルであるっていう非常にね優れたマジックですので、ぜひ練習してみてください。ではやり方ですが、まずペンと輪ゴムをお客様に調べてもらうんですけど、先に輪ゴムを渡してお客様に調べてもらいます。返してもらったら続いてペンをですねお客様に渡して調べてもらうんですけれども、その間にですね輪ゴムを両手の薬指にこんな感じで引っ掛けて、この間にですねちょっと特殊な持ち方をします。まず右手の親指を使って、この輪ゴムの下側の部分ですね、下側の部分をこんな感じで自分の手前側に引っ張って持ってきます。はい、そしたらここの部分が引っ張ってあると思いますので、そこを薬指を使ってグッと曲げて押さえます。はい、そしたらまた同じように右手の親指を使って、今度はこの上側ですね、この上側の部分を同じように下からグッと引っ掛けて手前に持ってきます。そしたらここの部分が今度は斜めになっていますので、そこを最後にこの中指を使ってグッと押さえます。指をきれいに揃えてやると、はい、相手からはですね薬指に輪ゴムを引っ掛けているだけのように見えますが、実際はこんな感じでねごちゃごちゃしています。今もねちょっと見えているんですけれども、この親指の部分ですね、輪ゴム引っ掛かってるの非常に見えやすいので、見えないように気をつけてください。今の動きをお客様がペンを調べているタイミングで一緒にしてこんな感じで持っていくんですけれども、さすがにね目の前でこんなわちゃわちゃ動いてたら何やってんだこの人ってなりますので、机の下とかですねお客様の視線からあ手元外れてるなと思った瞬間にこっそりとねこの状態に一瞬で持っていくようにしてください。最初はね全然ゆっくりでいいです。動画を見ながらゆっくりと手順を追ってこの状態に持っていくようにしてください。慣れてきたらだんだんスピードを上げて一瞬で行えるように練習してみてください。はい、そしたらペンを返してもらうときにですね、そのまま受け取っちゃうとごちゃごちゃしてるの見えてしまいますので、角度をつけて左手だけでペンを受け取ります。そしたらこの反対側の先の部分ですね、右手の親指の先に当てて、左手は人差し指の先に当てます。そしてペンをですねこのまま下に下げていくと、はい、この上の輪ゴムの部分にですね力がぐーっと加わりますので、この加わった時にこの右手の中指の部分ですね、ここの部分が外れて、はい、こんな感じでねペンが輪ゴムの真ん中に来るように見えます。同じようにペンを下に下げていくと、この下の輪ゴムに力が加わりますので、そのまま力を加え続けると、今度はこの薬指の部分ですね、薬指の輪ゴムが外れて、はい、ペンがですね一番下に来たように見えます。それでは貫通の大事なポイント3つ紹介していきます。まず1つ目はこの右手のねごちゃごちゃした部分が見えないようにするために、少しね横に角度をつけてください。ポイント2つ目が貫通させるときは輪ゴムの位置を変えないようにすることですね。ペンだけ動かすようにすると輪ゴムをねすり抜けていたように見えます。ポイント3つ目は貫通させるときにねこうやってね指を動かして離さないことですね。そうするとあまり貫通が綺麗に見えませんので、できるだけ輪ゴムに力が加わったことによって自然とね指から外れていく、そういう風に見せるととても自然な貫通に見せることができます。はい、解説は以上になります。今回のマジック、僕の友人は数十分でできるようになってましたので、早い人だとねそれくらいで取得できるかなと思います。ぜひね高評価ボタンを押しておいていただけると、ライブラリーからね動画見返しやすくなりますので、練習一緒に頑張りましょう。それでは次のマジックもチャンネル登録して楽しみに待っていてください。バイバイ。